はい、それではルームファクトリー3スペシャルの続きやっていきましょう。おやすみ。おはようございます。2年目の秋の4日やっていきましょう。明日大食い大会やりますね。1年目と同じくしっかりと優勝できるのか。さてと、今日もカリンとデートして新しいスポットであれこれやったりとか、まああとは前回言っていたまだ使ったことない装備品、まあ特に槍ですね、そういうのを作って楽しんでいくとかもやっていきたいのですが、もう一個気になることがあったんで、ちょっとそこも行きたい。こうですね。おー、てかなんかトロフィー増えてない？気のせいか。これなんだ？あ、初めてデートをした記念。誰とデートしたか覚えてる？ごめん、覚えてねえ。ま、などなどいろんなトロフィーありますが、ここですよね。ダンジョンを選んでください。森の探検隊、推奨レベル15。ま、これ一個だけってことないでしょうから、クリアしたら次の増えるみたいな、そういうのはあると思うので、ちょっとここも、やっていこうかなと思います。どんな感じ？おう、これ選んだら変えれる的な？あ、時間は進むんだ。なるほどね。ってかこれ、おお、ここ専用のダンジョンなんだ。おお、モンスターもいる。なるほどね。戦わないと超えられないよ的な。でもアイテムは持ち込めるから回復アイテムとかは自分で用意してくださいね的な感じなんだ。任せなさい。アイを倒しました。まあ、レベル15だから、よっぽど大丈夫でしょうけど。鳴り払って進んでいくぞ。あ、でも一本道じゃないんだな。ちょっと難しそうか？迷うってほどではないんだろうけど。なんか正解があって、そこにたどり着いたら OK みたいな感じなのかな？デスファンガス。え、硬いんや、君。てか、デスファンガスって何で、君。ポンポン。おお。いろんな手に入ったぞ。これは？起動すると？ああ。終了する。クリアするってことでいいのかな？まあ、レベル15のダンジョンですから、だいぶ武器も、妹くんのレベルも高いです。強いですから、楽々クリアできましたっていうのもおかしくはないよね。あれがゴールの可能性は全然ある。まあ、実際でかいしな。あいつがボスですって言われても全然納得はできると思うんですが。あ、で、ここは外れってことね。なるほど。これはランダムで形作られる感じなのかな？必ずこうなるのか。シアレンスの迷宮。てか、一回なんでしょ、これ。起動して、おお、出てきたよ。あ、じゃあこれが二階になるってことかな？わかりの根元に眠る謎。謎があるの？シアレンスの迷宮、一階。あれ？これ一階なんだ。両方とも一回なのね。おお、せーい。ぐる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 。もしかしてめちゃくちゃ階層あんのか？なんか二つ目にして、もう早速、レベルが倍、推奨レベル倍になってるのが怖いなと思ってたんだけど。おお、いろんな素材手に入るのもいいですね。あれ、さっきと形違うな。広くなってる。あ、さすがに同じ形で。っていうのはないよね。キャプテンゴム、え、硬いな。君、火属性だったの、実は。火属性耐性だったとは、恐れ入ったぜ。ゴブニンってなんか火属性に大体弱そうなイメージあるんだけどな。気のせいか。まあ、なんとなく緑色のイメージあるからな。で、緑色って火に弱いイメージあるから。そういうつながりなんだと思うんだけど。でもあのゴブニン赤かったしな。そういうことかも。てか画面の端っこギリギリだな、ここ。お、なんか落ちる。このトリッキーマッシュが麻痺を巻いてくるから、困ったらこれを使ってください、みたいな。この麻痺論を使われよ。ってことでしょうね。ガードミノタウロス。なんか硬いな。これは水属性だから、一応半減って感じなのかな？あ、帰ってこれた。おお、三つ目も来たぞ。森の討伐隊。どんどんレベル上がってくるよ。もう行っちゃおうか。行っちゃうけど。おお、でもこれもシアレンスの木、1階なんだよな。2階は存在しないのか。ああです。ああ、これは、あれだな、属性系と全部耐性あるタイプっぽいな。なんか見たことないモンスターもいる気がすんな。もしかしてここでしか仲間にできないモンスターもいたりする？雨降ってきた。ああ、急にどうしたの？ダク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 。
ん、宝箱。おお、なんかいろいろある。レック、ダークボール、グランテール、ヘビーブーツ。ぼちぼちという感じですね。シアレンス迷宮。でもこれ木の中から出発するわけだから、やっぱりどこへ行っても、このなんか木の中みたいなダンジョンではあるってことなのかな。このサソリ見たことない気がすんな。スコーピオン。見た目ちょっと違って、こっちの方がかっこいいみたいなやつを、戦っていくときには、ここで仲間にするのはありなのかもしれない。でも推奨レベル45だからか、割とどうとでもなりそうな感じである。地面属性的な攻撃をしてるっぽいですね。ドリミング。おー、グレーターデモンって言うんだね。うーん、ピュってるけど、我レベル80。おお、もう覚醒入ってるよ。こいつは見たことないかな。なんかあれなんですよね、プリベラの森にちょっとでかいモンスターがいる場所はありましたけど、あそこでなんかでかいのはいろいろ見たんだけど、このタイプはビーム見てないね。なんか羽が生えてる獣系のやつはなんか、グリフォンというか、ライオンっぽいやつはいましたけど、こんなマンドリルっぽいタイプのやつは見てませんでしたね。で、おー、上質の毛皮。わいかい。では買いましょう。わお、すごいね、どんどんレベル上がってくな。マックスどこなんだろうな。真夏の熱戦と砂浜の熱戦。推奨レベル60。なんかあっという間に来ちゃいましたけど。まあ、とりあえずここもやってみようか。おー、砂浜だね。あれ？でも冷静に考えて。あれだわ。シアレンスの木の中だって言ってんのに、なぜ砂浜があるんだ。もっとわけわかんない世界も今後出てくるってことかな。なぜか雑草が落ちている。チャーハンが落ちてるぞ。おい、これ誰のチャーハンだよ。レベルも上がっていくよ。推奨レベル60ということは、この辺のやつら強いのか、実は。ダメージは結構入るけど。おかげで経験値も多めとかありそうですね。俺は左道行くぜ。この鳥もなかなか硬かったね。うわぁ。ボスか、なにお前。火属性。何？吸収するっぽいぞ。そいつは困りますね。なかなか準備しなかったんですけど。ペルちゃんで行くよ。ぐっ。ぐる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 。あ、しかもこれ、背中が、耐久あるんだ。へえ。細かいね。たる、たる。ダメージはやばくないんだけど。えん。うー。これあれか。ダメージ吸収効果がくっついてますね。確かあれだよね。ヌッシーの鱗とかで、これつくんですよね。あれでも、合成したんだったかな。合成した記憶はないんだけど。ちゃんと、大陸吸収効果がついてますね。なんかこいつの攻撃あんま痛くないというか、めっちゃひるむって感じじゃないから、ひるまずに、ダメージを食らいつつ攻撃することができる。まあ、いわゆる、スーパーアーマーと呼ばれる現象で、強く戦えてますね。癒しのポットね。普段は使わないんだけど。お、海。鉄線輪っぽいね。こういう回復アイテムも使えば、さすがにダメージ食らいすぎたなっていうのもなんとかなりますね。おお、アンモナイト。あれとか見たことないよな。あー、アンモナイト。ここまで来てアンモナイト持って帰れないなんて、そんなことはあっちゃいけないよな。チャーハンを食べて、アンモナイトをやって、探索終了でいいかな。おお。てかもう18時なんですけど。ダンジョンを選んでください。火山溶岩大噴火？水中レベル80。80まで来ましたね。じゃあせっかくだからやっちゃおっか。ベロキャン。あーでもどうなんだろうな。とりあえず雑魚的相手にはオルクスソードでパパッと決めたかったんだけど、この辺火属性吸収するやつらいるかな。ここは大丈夫です。ハートドリンクは飲んじゃうよ。あれ？なんかめっちゃ体力減らんかった。あ、あれ多分チャーハンで体力上限アップしてたのが解除されたからか。オリオンの効果って重ね書きできないんですよね、確か。そういうことだと思います。
リトルウィザード。魔法使いにこの音しなさい。まあ、集めても拾えないんですけど。超失敗作。拾えなーい。もちろん生存するべきか、これ。持って帰れないのもったいないしな。カレーうどん食べて、超失敗作持って、あれ帰れない。これさすがに帰るときは、こちらからお帰りくださいって感じなのか。おお、てか背景がドットなのすごいな。おーん。ここはなんか、あれだね、元の原作的な感じなのかな。おお、戻ってきました。おお。なるほどね、こういうところなんだね。珍しいモンスターに出会うこともできるでしょうし。あとは、モンスターの素材をここだけで集中して集めるとかもできそうですね。モンスターと戦うって意外と夢中になって時間経っちゃうな。なんか同じところ通ってると同じようなアイテムしか手に入らないけど、ここ行くとランダムにいろんな、ね、アイテムで手に入って、そういう方向性で楽しんでみるっていうのも面白いかもしれませんね。何が出るかなって。シアレンスの迷宮をめぐって手に入ったアイテムを大量に出荷し続けてお金を稼いでいくみたいな。そういうのも遊びとして成立するかもしれませんね。さて、てか明日お祭りだからな。早く寝ないといけないなというのもありますし。せっかくだから、ちょっとカニと夜デートもしたいんだよな。おお、痛いかいか？あんまり嬉しそうじゃないね。そんなに食べないし。気持ちはよくわかるよ。行くところが決まってないならプリベラの思い。花畑って夜だとバージョン変わるんかな？そこも気になりますけど。でも夜だと綺麗なところがあるんだよね。ほらねー。ここはぜひ夜に行っておきたいよね。イベントの内容までは変わらないのかな。壮大な景色だよね。ちょっと休んでいこうか。あ、内容は変わらないんだ。でもこの景色を一緒に見られたっていうのはいいですよね。いつ見たの？お昼時かな？なぜお昼時に夢を？どこで？お店のカウンターで、いつも通りだな。どんな夢を？一緒に働いている夢。まあ、ああいうのも悪くないよね。今の夢は？まだ答えてないのこれだけかな。俺立派なお嫁さんになりたいんだ。結婚か？で、お嫁さん？ふつつかものですが。ありといえばありかも、そうなの。いや、冗談だけどね。雑貨屋はどうするの？ヘーゼルさんみたいになりたい？カリンの夢。これだけなんかちょっと地雷っぽくて聞いてないんだよな。聞いてみる？ガサみたいに？なれるならね。そのためにはまず睡眠時間を減らさないとね。多すぎるから減らさないとって、なかなかないけどな、睡眠時間は。いやでも、累計10時間ぐらい寝てるんだったら、それぐらいでちょうどいいような気もするけどな。めんどくさがりだから、ただただ寝ていたいっていうこともあるかもしれないけど。いや、でも昼眠くなるんだったら本当に足りてないんじゃないか、睡眠時間。それでいいと思うけどな。喋りすぎて喉が渇いちゃった？喉渇いちゃったんだったら何かジュースをありよ。トマトジュースって飲むかな？あ、ありよ。宝石のアクセサリーとかでもくれれば。飲み物が飲みたいと言われましたので。なるほどね。まあ、夜の景色を堪能することはできるけど、イベントの内容には特に変化ないっていう感じっぽいですね。まあ、見たい景色とかがありますから、その辺はね、なんというか気を利かせてというか、デートするタイミングとかは、昼夜選んでみてもいいとは思いますけど。早速大食い大会。僕はどれだけ食べられるかな？すぐ体重に乗ってしまう。まあ、デートのタイミングは調整しながら、今後もいろんな人とデートしていきましょう。ねえ、ヘーゼルさん。腕が鳴るね。もちろんですもん。それじゃ面白くなりそうだね。オッケー。それでは今日は寝ましょう。おやすみ。おはようございます。ん？あれ？ルーンポイント。どういうことなんだい？夜更かししないよな。なんでルーンポイントがこんな限界ギリギリなんだい？え？なんかやったっけ？俺、なんかやっちゃいました。わからん。ルーンポイント、え？こんな消費するものあったっけ？浮き飛びにくいが疲れやすい。まさか？これ？カバンの中にヘビーブーツが入ってるから、体が重たくて思うように動かないみたいな。ちょっとだけありそうかん。これ昨日のうちに出荷しておかなかったから、みたいな。ヘビーブーツのせいかどうかはともかく。まあ、ヘビーブーツくんが何らかの影響を及ぼしている可能性に、あれだね、注意して出荷しておきましょうか。では、ちょっと、多めにルーンポイント、待機で回復して、
お料理作って回復しましょう。オムレツ大回復。おはよう。おはようございます。受付約時からですね。一応聞いとこうか。たくさん並べられた料理を時間内にどれだけ食べられるかを潜んだ。これを聞いた時はなんか白い長机でも用意されるんかなと思ってたんだけどな。広場に大量にぶちまかれるっていう状態でしたからね。みんなで一斉に始めるからな。果物より料理の方が高得点。失敗作は食べない方がいいな。料理を持ち上げたらビオ連打して食べるんだ。以上です。ま、後で頑張っておきましょう。昨日雨降ってたからいいけど、鉄線切りの様子を見るの忘れてたな。大丈夫かい？おお、ええー、鉄線切り枯れてるんですけど。もうなんなのよ、もう。一日二日ほったらかしにするとすぐなくなっちゃう。鉄線切りっていつもそうよね。いや、そうでもないのか？出来上がりまでが長いやつはやっぱりこうなるの多いな。てか昨日ももしかして天気荒れてたんかな。いつの間にって感じでもう。ダリアさん発見。ダリアさんといろいろ巡るっていうのもやってみたいよな。腹が鳴るわ。お腹を空かせて待っているというわけだね。お祭りの準備しましょうかね。お、お魚食べてる。食べ過ぎは体に弱いまへんけど、お祭りの日くらいは。言うても、それが命取りなんですけど。毎年言ってますね。まあ普段から節制してるんだったら本当にたまに大食いするくらいはいいんじゃないかな。もう体が、ねえ、なんか、悲鳴を上げるレベルの大食いは良くないんでしょうけど。ほどほどならね。大体お父様とショコラちゃんの一騎打ちになるんですよ。あの二人が一騎打ちするほど大食いのパワーが同じぐらい高いってすごいけどな。夕食どうでもいいよ。目いっぱい食べられたらそれはそれで。このお料理は誰が用意してるんだろうな。やっぱりグルテンさん、共産なのかな。うわ、誰も止めへんから思う存分食べられるんやで。いつも誰かに止められていた心のうちの自分に。節制しなあかんでという心の自分に止められていましたが、大丈夫というわけだね。そう、クルルファさん大食い大会の話は聞いたことないな。甘いものだらけなら勝てる自信がありますよ。スイーツバイキングパターンで来てくれればな。お、いたいた。せっかくだからこの二人ともお話を聞いておきたい。あれ減った？意外に何か食べたらどうですか？おいらこれで優勝をもぎ取る。ぜぜー。倒れてしまうのかい？ここで倒れてしまったら参加できなくて元も子もないぞ。あれ減った？大食い大会のために何も食べていないそうです。体に良くないと言っても効かないんですよ。ちょうどおいら本気なんです。本気だね。でもなんか多少は何か胃に入れて、なんというか胃の働きをね、準備運動がてら、調子を整えておいた方がいいような気もするけどな。いきなり入れたらなんか胃がびっくりして、ちょっとこれは、これ以上たくさん入ってきたら大変なことになるって。逆に胃が収縮して、思うように食べられなくなりそうだけどね。らしいって。家事のことを考えてるとついつい他のことがこぼれ落ちちゃうんだよね。なるほどね。じゃあ、行きましょうか。参加いたします。僕に大会のルールを説明する。みんなで正義始めるからな。果物に料理の方が高得点だぞ。果物を料理として言い張っているっていうのもすごいけどな。はじめー。うわー。B ボタンをしっかりと食べて。ともかく。お料理も食べたいけれど。フルーツの方が近くにあるんだったら、とりあえずフルーツを食べるというのもありですね。あう。う。これあれなんだ。出てきてから食べられるまでちょっと時間のラグがあるな。およよよよよ。およよ。どんちこさん、失敗料理もよく食べるね。よし。これで目の前で取ろうとしているやつを奪い取ることによって、時間のロスを狙っていく。間違えた！これ、置いちゃうことあんだね。それは、なかなかだよ。レクシー、カレーパン！なんか、見た目的に、この果物系統と誤認してしまいそうなものに関しては、あれだね。みんなも見逃してくれるかもしれないね。てか、お料理少なくない？どういうことなの？どういうことなの？あれーなんか、今回フルーツと失敗料理めっちゃ多くなかった。え、みんなが食べ尽くしてたんかな？結果が出たようだ。今回の大食い大会優勝は？あ、よかった。6300ポイントを獲得した妹だ。前、まあ、どんぐらい稼いでたのか全然わかんなかったけど。あっぷねえ。ギリギリすぎる。なんかこの大会だけレベル高くない？準優勝は5950ポイントでドンチャコス。3位は3200ポイントでショコラだ。みんなよく頑張った。次回まで精進を怠らぬように。危ないところだった。なんか、フルーツ多めでしたけど、やっぱりフルーツのみでは絶対優勝できないようになってるっぽいですね、これ。
容疑書きるレシピパーン。もう料理スキルレベル99で覚えられないということは、もうこれ以上は絶対覚えられないでしょうね。という感じのお料理大会でした。まあこれから大会優勝でもらう料理スキル下級レシピパンに関しては全部出荷しましょうかね。その体のどこに入っているんですか？俺の胃袋は宇宙だからね。宇宙の彼方に飛んでいっているんだよ。あとは、ゼゼ君たちにもお話を聞いてみよう。優勝したよ。ゼゼ君はどうだったんだい？お前に負けるなんて俺らはもうダメだ。おめでとうございます。見事な食べっぷりでしたよ。おお、優しくシンプルに褒めたたいてくれました。ゼゼ君はどれくらいだったんだろうな。とりあえず3位までには入ってなかったよな。っていうか、あの同じ空間内にいないと、その、決勝戦というレベルではないでしょうから、この予選敗退みたいな感じだったんでしょうかね。という感じの大食い大会でございました。いやー、なかなかいい大会でしたね。実際あんなに食べたらな、相当お腹いっぱいになるでしょうね。まあ、大食い大会というよりは早食い大会の面もだいぶあるけどな、あれは。イモくんは普段からお料理早く食べるの訓練してるでしょうからね。その点において他の人に勝っているというわけですね。ではダンジョンの続きもやろうか。火山溶岩大噴火？これ水属性の武器とか持っていくと良さそうですけどね。で、やっぱりさっき来た時と形変わってますね。毎回このダンジョンの形が変わるランダム生成ダンジョンっぽいですね。ビッグダーグ。ビッグダーグ。なかなか硬いね。ぐる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 。この時々硬いボスがいると、そこで時間を取られて、気づいたら夕方みたいなことは多そうですね。ん？なんだこいつ？なんかすげえでかい蜂がいましたね。あの子も、あれかな？蜂蜜落としたんかな？だとしたら、この、養蜂家空間を、あの、金色のね、蜂で統一するとかも面白そうですね。うお、なに？ゴーレムだ。ルーファクトリー5では見かけたけど、3にもいたんだね。ぐる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 。やん。帝国の技術とかそういう系だったりするのかな。ん？なんだい？今日の爪。ん？宝箱。お、サバイアいいね。ご飯いいね。中和剤じゃなくて牛乳がいいか、びっくりした。中和剤ってこんな見た目だったっけって一瞬思っちゃったけど。お椀に中和剤入ってたら絶対誤飲のリスクが高まるからな。絶対にそんなものに入れてはいけませんよね。ふっふっふっ。ぐる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 。ぐる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 。効きません。この辺はよく見たことある奴らばかりですね。まあ、同じダンジョン内に出てこないような組み合わせで出てきたりするから、そういうのを見るのもちょっと楽しいかもね。いや、しかしなんか体力めっちゃ減ってね。体力は減ってしまっている。そんな時は、牛乳が湯飲むよ。うまい。さ、まだまだ行きましょう。枯れ草だ。枯れ草は土の品質を回復させるのに使えるから、一応使い道あるんですよね。雑草、とか雑草と枯れ草だと、そういう意味ではなんか枯れ草の方が使い道あって、効果高そうだけど、やっぱりソフィアは、より使い道のない雑草の方が喜んでもらえるんだろうか。ゴーレムちょっと回復高いな。失敗作。失敗作はなかなか自分でわざと作るとかないから。この、出荷額を、失敗料理で出荷額を稼ぐってやろうとした時にちょっと難しいんですよね。フリフリしないでー。ちょっとセクシー。ほら、あれだね。オットワードの谷で助かったボスのことをちょっと思い出しますね。ぐる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 。300、結構痛いな。へん、へん。うわ、どこも入ってるし、よく見たら。うむ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 。麻痺だけだったらまだともかく、ちょっと毒はきついな。だからその時のために私は、これを持ち歩いていいんです。サプライズゾーン。麻痺のも拾ったやつがある。痛いです。痛いでしゅー。毒性には耐性があるっぽいから、そこだけは注意で。ふん、ふん、ふん、ふん。おお、いいぞ。覚醒まだ入ったし。成長レベル80だけど、意外とやれなくはないと思ったらこれでもう、落とされる。もうマヒロないんです。なんか強そうな攻撃もしてくるぞ。あわわわわわ。なんかこの弾幕のように攻撃を繰り広げられるやつを見ると、ちょっとあの、
あれなんですね。エンシェントボーンと戦った時のトラウマが、いっぺんに当たって、大ダメージ食らって、ひどい目に遭ったことを思い出すんですよね。やめてください。おー、やれた。やったか。なんかこんだけ苦労したもの、ちょっと久しぶりな感じだわ。チャーハン食べるね。お、なんでこれ？キメラの尻尾。おー、見たことないアイテムもあるんだね。これは、ちょっと可愛いな。蛇のような、竜のような、キメラの尻尾。尻尾も独特の思考を持っている。切り離しちゃって大丈夫だったのか。強化に使うと相手の毒麻痺発生率が上がる。へぇ。あ、てか、素材としての強化能力高いな。攻めプラス9、魔法プラス8。なるほどね。あ、ここで強化材料を集めて武器を強くするみたいなこともやれるわけだな。ここまで決ま、あー、まだ上あんの？閉ざされた氷の牙。なるほど。こんな風になっていると。さすがに水晶レベル100は相当強そうですね。ん？シアレンスの迷宮をクリアした記念。火山の中で獲物を待ち続けていたキメラを倒した証、どっちが頭だったんだろう。そりゃでかい方じゃないのか。あ、でもあそこが一応クリア判定になるんだ。じゃあ100回は本当にエクストラ系で、最悪クリアできなくても問題ないよってことなのかな。じゃあ100回、ちょ、100回じゃなくて、レベル100の推奨の方は本当に難しいってことか。要注意ですね。でもそういうことを聞いたらちょっとチャレンジしたくなるのが人の常というか、人情なんじゃないのかい？レベル100って、それ以上上がらないってことかな。まあ、レベル簡素が推奨レベルってなったら当然難しいダンジョンってことにはなりますよね。まあ、チラッと覗いてみて、これ、やっぱりダメですねってなったら、頑張ってレベル上げてから挑戦し直すっていうのもありですけどね。ん？というか、リュウ君は仕事してるんだけど、あれ？他の3人に帰ってね。おい、収穫残ってるぞ。これ仕事に対するやる気もなんか、好感度によって変わるのか。リュウ君は結構、仲良しは高いもんな。あ、リュウ君も帰ったよ。仕事終わってね、今日帰っちゃおうっていうのは、そういうことなんだね。俺がまだ、彼らの信頼を勝ち取ることができていないから、そういうことなんだな。木材186本。こんだけあればダブルベッド作るのには困らないかな。そろそろ作るタイミングも考えておかないといけませんね。といったところで今回はここまでにしておきましょう。シアレスの迷宮も無事、一応はクリアしたということになりますから。まあ、あとは水晶レベル100の方も、クリア目指していきたいところですが、一旦はここまで。ありがとうございました。